パンパンパン。よし、いきます。よいしょよ、ライキのです。そして、へいよ、ケンツムシです。お願いします。はい、ということでね。はい、まあ、新シーズン。うん。まあ、昨日かな、始まったばっかりというとこなんですけれども。はい。まあ、前シーズンはね、こう、ケンツと、うん。まあ、トラ上げ勝負をして、まあ、結構こう、バチバチでやってたんですけど。濃厚なワンシーズンだったね。そう。うん。なんだけど、まあ、今シーズンも、まあ、ちょっとね、まあ、全、なんかシーズン全体というか、うん。まあ、ちょっと、もう、濃縮して、うん。ちょっとね、バトルを繰り広げようと思っていて。はい。っていうのも、こちらなんですけれども、クラチャレ生活。はい。はい。人気企画ですね。はい。はい。今回は、まあ、ケンツが、前回ね、一人でやってたんだよね。はい。なんだけど、今回はね、二人で。はい。やっていきたいと思います。3日間ね、3日間。はい、3日間です。で、まあ、ルールは簡単で、クラシックチャレンジに入って、勝利した分の、お金ですね。はい。まあ、だから最大12勝で2000円もらえます。ミニマムで130円。ミニマム130円です。はい。で、が1日の食費になると。そう。うん。それが、まあそう、食費で、まあ1日暮らすと。っていう感じなんだけど、まあ普通にやったらね、簡単にクリアしちゃうんで。うん。余裕で。ランダムデッキ。はい。っていうのでやっていくんですけど。このハテナのとこ押すとね。そう。ハテナのとこ押すとこんな感じで、で、しかもこのランダムデッキはもうガチのランダムデッキだから、うん。なんか呪文ないのもあれば、まあ入ってても、なんかやっぱ1個みたいなのが結構多い。そうだね。うん。そう、なんか、デュエルの方のランダムデッキは結構その、デッキの形をしてるんだけど。あ、そうそうそう。こっちは、こんな感じでね、デュエルのランダムデッキ。これかな？うん。こんな感じで、なんか、大きい呪文とちっちゃい呪文が一個ずつ入って、主力カードも入ってるって感じなんだけど、まあ、これだと結構いけちゃいそう。うん。そう、だから、まあ、しっかりガチランダムデッキで。はい。そう、いきたいと思います。で、まあ、ただ、結構ね、やっぱ、まあ、9勝、10勝ぐらいすると多分1000円ぐらいもらえてしまうと。うん。まあ、言うて1日食費1000円は、まあ結構暮らせちゃうから。うん。まあ、ここで最後に、俺とケンツで戦って。はい。勝った方が相手の金額半分もらえます。うん、えぐいです、このルール。えぐいです。だから、まあ、日程とかはね、まあ後日多分できると思うんですけど、うん、まあ、この動画出てくるかもわかんないですけど、それぞれ生放送を夜して、はい。賞金決まります。決まった後に俺とレイキで、一騎打ちをして、勝った方が相手の半分もらえると。はい、そういうことです。えぐいです。だから、マックス金額3000円になるのかな、その、お互い12勝したい。マックス金額3000円で、一番ミニマムが65円。はい、65円です。一応、3日65円続くと、ちょっと、餓死しちゃうから、救済措置の。救済として、ガチでやばかった時は、パンの耳だけ、食パンの耳だけは食えます。はい。だから、惨めに食べてください。はい。はい。では、そういうね、動画がお互いの方で上がっていくと。はい。うん、まあ、来週ぐらいにね、だいたい、上がるかなっていうとこなんだけど、うん、なんで、今日はね、ちょっと前哨戦として、まあ、どういうデッキがあるのかっていうのと。確かに。このフレバトのね、予習というかね。そう、なんで、俺とライキの、ね、うん、戦いもランダムデッキ同士での戦いだからね。う、うん。もうだからクラチャレ生活に備えて、今回ランダムデッキで BO3。はい。やっていきます。いやー、これね、俺は1週間やったんだよね。で、今回は一応3日間っていう感じなんだけど、はいはいはい、1週間やった感想ね、やっぱマジ、いける日はね、めっちゃ勝てるんだけど、はい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 。マジで負けるときやばかった。いや、そうだよね。うん。スナイプとかめっちゃされてた印象あるわ。ああ、来てたね。そうだよ。いや、前回はね、その、最終日とかにさ、ライキと焼肉行ってさ、俺500円で正直。あった。ライキが目の前で肉食ってんの見ながら俺ご飯だけ食べてたから。焼肉の匂いで飯食ってたもんね。そう。マジで。じゃあ、ランダムデッキ決めますね。はい。はい。これも次のデッキでいきます。はい。よいしょ。よし。ああ、なるほどね。なるほどな。マジで。このランダムデッキっていう機能がさ、うん。まあそう、多分デッキを組んであげますよっていう運営のあれじゃん。うん。こんなんダメよ。
もっとマシなの組みなさいよ。で、初心者の人がこんなん信じちゃったらどうすんだ、マジで。いや、そう、本当に。いや、これは、熱いぞ、俺、結構多分。いや、俺もね、悪くはない、そのランダムデッキ界の中では。いや、これマジなぁ。どうなんだろう。上手い人とこう、ランダムデッキで戦ったことないから分かんないんだけどさぁ。あれどうするこれで同じランダムデッキだったら。やばい。ああ、違うか。さすがにね。ゴブゴヤ持ち、受けるな。ああ。だいぶいいランダム。俳句なんだ。うわぁ。いや、わかんねえ、もちろん。エリパンやばいな。はいはい。ガチで、手札予想しても意味ねえからな。チャンピオンあります。チャンピオン入ってんだけど。おー、いい。よいしょ。待ってましたと。アウトローはやばいでしょ、それ。やばくないそれ。ウィザードあります。ウィザードなんだ。しっかりいんな、おい。よしよしよし。エリポンやばいな。おい。ねぎ上げてる。エリポン狩り。ウィザード強いよ。はい。いや、エリポンやば。こんなんで、賞金奪われたらマジ震えるぞ。ちなみにね、その生放送後の、うん、一騎打ちは BO1 だからね。そうね。そう。いやもう、ねぎ上げられる可能性がある。ズーン。まあ、ズーンだな、それ。ズーンだね、それ。これズーンでしょ、結構。アウトローもいたしな。ミニペもいたしな。うわぁ、これやばいなぁ、マジで。いや、なんとか守るけど。はい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 、はい。いいよ。逆サイやばい。いい感じ。なかなか逆サイやばい。マスケがキャリーしてる。やばい。よし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 。まずは一勝と。そうかなぁ。やばいなぁ、それ。バルーン来るかなぁ、これ。逆サイド。ほらカワチーノ来た。行ってこい、マジで。爆破も入れて。あるんちゃう？あるんとちゃうん、これ。やばい。ガチでやばいか。さては、ちょ待って。なんかやばい、やばいことになってる。群れが。群れてる。ライスビーズ強いな。ただ、この落ち着きタイムが。はい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 。おい、それなんだってマジで。いや、ただいや、これめっちゃ強いぞ。いや、これ勝っただろ。ぬっゴブ声が来る、苦しみ。いや、強いな、それ絶対に芝く。え、強いけど、ゴブ声のあの、たまにあったの、なんか。あった。なるほどね。ガチで、なんか見たことねえ量出てた。そう。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。いや、エリポンやばいな、これ。いや、主力、確かに、主力が2枚になることも、だってザラだもんね。ザラ。さっきのエリポンバルーンだったかも。やっぱ呪文がさ、うん、マジ入ってこねえじゃん、このそうだ、ね、ランダム基本ね。だから、アウトローとかさ、小屋とか、ポンプが強かったね。うん。次行きますか。いや、これ楽しいな、ちょっと。お、来た来た来た。来た来た。行きます。次のデッキ行きます。これ。おー、なるほど。ちょっと一回デッキ見て、立ち回り考えて。いや、そう、マジで相談する。自分の心の中の怪物と相談して。俺の中の怪物に話しかけて。
よしよしよし。よしよしよし。これはいける。あ、これマジで、結構強いかもしんない。いや、俺ね、だいぶ整ってるよ。ちなみにね、クラチャゲ生活がね、3日間で好評とかだったらまたね、多分。うん。バージョンアップあります。またあの1ヶ月とかでやります。デュエルの方のさ、デッキでグラシャゲとかで麦も巻き込んで。確かに。がもうできそうだもんね。そんくらいあっちゅう。てか、やばくね、ババゴヤって。いや、ババゴヤは、やばそう、マジで。やばそうだよね。なんで？やばそうだよね。こんなことねえぞ、マジで。はい、はい。チャンピオンあります。ノーブがいます。おい、強いってやばいだろそれ。ちょっと待って、リアルにやばい。マジアチあります。いやそれやばいな。ランバー抜けて、いやマジアチこっち向くなよ絶対。おしよ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 し。これいったでしょ。やばいマジで。よしよしよし。振り向くなマジお前。ああ。おはー。おいおかしい。これ、ああ、マジか。いや、マジじゃ、マジじゃ、出す位置間違えたな、これ。ちょっと、もうちょっと待った方がよかったかもしれない。わあ、ちょっと待って、これマジで絶対勝負いいな。ああ。耐えるぞー。でも視力がわかんねえ。オーブンで。なんだこれ。ババ小屋で。ちょっとうまさ出してきてんね。はいはいはい。チャンピオンあります。よし、全回収だこれ。待っていましたよ。ヤイキ君。来た来た来た。待ってました待ってましたそれ。ちょっと怖いなぁ。さあ止まんのかこれ。こら。どうなん。止まんの？止まんの？あ、やばい！スキルが！止まんの？これ。え？ブ！いや、ガチ！止まんの？これ。おい、豚になるって。よし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 。スパキー！ほんとか？それは。よいしょ。よいしょ！あ、マジで！あーやば、これ気持ちいいな。マジ豚になりそうになってた。これスパーキーやばい。なるほどね。はい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 。あーまあでも来期の方のスケドラもマジ強かったけど序盤。はいはいはい。後半やっぱね、あのスケキン出させてからのさ。なるほどね。いやこれガチでわからんな。いやマジわからん。いや試合どういうプレイにするか。俺喋りすぎてない大丈夫かな。よし。次のデッキいきます。よいしょ。あーこれ頼むこれはおマジで勝ったわ。これガチで勝った。やば。いや、俺ね、うん、やばいです。え、強い？いや、もうやばい。普通に。どっちだ、これ。確かめに行くわ。これ、あの、グラチャで12勝のポテンシャルあります。マジか。え、俺もそんなに悪くないよ。ちなみに。おー。いや、1コスト入ってるのマジ幸せだから。ネイポンあります。呪文あんのか？ポイズあります。あー、それやばいね。ポイズンがガチで。ふーん。うん。いや、俺やばいな、これ。でも、エリポンダクネはやってんな。おい。ああ、なるほどね。はい。なんか、ロイフォグとか入ってんのか、それ。
攻めすぎたんとちゃうん。ブー。おお、受けてこない。なるほど、縦線もあると。縦線あります。いやー、めっちゃムキムキだったなあれ昨日。まあまあまあ。この置いて、まあポイズンだよね。これはね。なるほど、スケキリホバラ。ああ、しっかりチャンピオン入ってんな。今回結構お互いパワー高いね。まあ高い、だいぶ。普通だったら勝てる。そっか、あれか、チャンピオンがあるからちょっと変わるな。ズンディリリンディンディン。ズンディリリンが来てんな。いやー、どうすっか。いや、強い強い強い。強いな。あー、それやばいね。マジで。ただ、受けカード結構あります。受けカードの森だ。守りました。本当か？守れました。守れましたね。これが強すぎる。なるほどね。ああ、いい延命だ。ただ来てる来てる。いや、これマジで強いぞ、俺のデッキ。やばい、これ。よし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 。ねぎ上げて。ね、ああ、やばい、下げ取られたか。はいはいはい。いやー。やばい。キョスケ、俺の方に来れば。いやー、つか、やばいな、それ。マジで。どっこい。これ俺のデッキがちょっと受け多いから耐えてるけど。いや、普通だったら致死量。あ、これやばっ。ガチ強かった、俺のデッキ。あ、もう一回あります。はい。これ楽しいな、ちょっと。楽しい、楽しい。まあ一旦ビオスリアの俺の勝利ということで。実は5らしい、これ。ライキのデッキやばっ。やばいでしょ、これ。予想感が漂ってる。いや、ポイズンあんの偉いな。そう。これ、それやばいな、マジで。いきます、頼む。いや、俺、こい。おー。こい。こい。あ、ちょっと。なるほど。いや、これ、新しい。マジで。マジで新しいデッキ。新しいの来た、俺も。だいぶ。あ、こう、ワンチャンあんだ。これ、刺されば強い。なるほどね。俺結構にやけ止まらんな、これ。マジ？え、俺もね、これ、全然嬉しい部類。おぉ。の武者部類。武者部類だ。武者部類してる。いきます。いや、これ結構強い気すんだよな。さあよろしく。さあよろしく。結構強い武者部類。はいはい。ああ、タイホーンか。横行きます。タイホーン。次も2体入るよ、それ。大丈夫？アイゴリあります。入るよ、それ。よき。ネリポンがいます。寝られてんな、マジで。ネリポンが。あと、矢の雨もあります。いや、すごっ。練り回されてる。あー、文句あります。おー、強い。
ボールブレイカーもあります。ああ。それはしょうがないです。ザップもあります。ザップは、そんなんだな。刺さらねえ、あんまり。エレジャイか。まあ、ちょっと強いね、確かに。ちょっと強いよね。ネギポン。いや、練られてんな、マジで。練り回されてる。オッケーオッケー。あ、ミラーやばくない？やばいでしょ、これ。それやばいな。毎回いい感じにお互いの敵噛み合ってる感じするね。うん。いけ！あー！やば。ミラーヤリゴブが走ってる。やばい！よしよし、いけ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 。マジで。よし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 。うわ、嘘だろ。ルイホガンドかよ。これが、ランダムデッキ。いや、やばいやばい。見たことない量の。気持ちよくなっちゃう。ほら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 。やば、めっちゃいってる。え、ケンズこれやばくね？これやばい。てかもう、主力がマジで火力なさすぎておもろい。いやでも刺されば強いと思ったんだけどな。文句がマジ何してんだ。釣られない位置。なんだその防衛室枯渇みたいな。いやー柳目マンドか。最後はしっかりちょっと守る。いやー、でもな、これ面白いのがさ、うん、デッキ分かってたらなんとかなりそうじゃん、その。いや、そうそうそう。立ち回り次第で。まあ、マジで、初見殺しが大事。そう、マジか、これ。あー。ライキがマスケとかのやつだったらマジめっちゃみちみちになってた。うわ、強そうだな、なんかちょっと。いや、ちょっと強そうな色が出てる。いやー、でもロイホグヒースピにあげたのな。ガチガスしょうがねえやつだな、待てよ。待てよ、これ。1、2。勝率が4分の1だから 25% ってことはやばい、これ持ってかれるぞ賞金。ってことは4日あったら3日半額だ。やば、あーもうもうキモすぎこれ。おい、いきます。はい、うわして、あ、待って、今日一キモになった。俺いや俺も今日一キモいできてる。あー、これやばいわ。いやーでも勝つ、これ。マジこういう気持ちの出方なきゃ。一回デッキを眺めて、俺もう見たくないぐらいキモかった。デッキを眺めてちょっと立ち回りを、なるほど。いやこれ楽しみだな、クラチャゲ生活めっちゃ楽しそう。うん、よし行こう。えい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ムキムキ、なんかさ、毎回お互い同じような動きしてない？いや、そう。気持ち悪いのから入ってるよね。エスラやば。絶対なんか、防衛施設でダクダクになってそう。あ、ウィザードか。こういう時のウィザードちょっと心強い。あー、強いって、それ。ライトニングだけで勝つ。ライトニングだけで負けるぞ、これ。このダメージで。はい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 。ザッピーね。ザッピーゴブオリ。で、こっからの攻めよな。何がいいんだ、これ。なんもいねえよ。はいはいはい。ガチで、やばすぎる。一回調査、調査、調査。おい、クソ用カード来てるって。うん、あります。マジで。見つめ合ってるクロスたちが。ライドがいます。いや強い。いや俺テスラクロスあるから。あ、やば、オーラー。マジでこれ気持ち悪い試合始まるって。マジか。よし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 。え、これ身があったらマジでやばい。どうなん、レキ。あります。
いや、これ。よし、このダメージで勝つ。やば。やば、これ。ディグ持ってく、マジで。うわ、来る。来るやつの顔じゃん、それ。絶対行く。うわ、ええで、そういうの、ほんと。なあ、フリーズマンのね。いや、ちょっと見したくなかったな、フリーズは。何してんだよ、ほんと。マジで。ロケットダメだな、絶対。よし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 。強すぎるなぁ。ちょ、逆算いかないと、これ。同罪で真面目にやってる場合じゃねえ。クロス立てて、あ、テスラあんの忘れてたわ。ちょっと強いか、さては。オブジェ強くない？あー、やべ、やべえけど、やべえけどダメージ入れる、これで。いや、マジで涙出る。飛び出てる。あ出てきた、なんかモンスターが。マジで助けてくれ。これ呪文枠のやばいな。あ、強い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 、クロスが強い、クロスが。いや、マジで、おい、ミラー持ってんのやばい。ゴブジェ強化されてるしな。おい、強いって。よっしゃ、今日一、今日一、キモくない、マジで。いや、俺の方、キモいって、マジで。いや、キモかった。正直。いや、そのさ、なんか、絶対に合わないクロスとクローンとかさ。いや、マジで気持ち悪い。青そう、青い。マジ、びっくりした。え、でも俺のも見て、ちょっと、やばくない？ちょっとキモいけど、今回刺さったな。確かに刺さった、ケンツのデッキに。いや、ちょっと、ガチガチだ、これ。マジで、頼む。あー、いいよ。よし。これ楽しすぎて無限。あ、来た。次行きます。これガチで。ラストにできるデッキ来た。いや、またなんか俺、すごいな。いや、悪くないけど、まあ、良くもねえな。いや、マジ、相性次第みたいなやつ来たな。そう。いや、これ、マジ、クラチャゲ生活で仮に爆死しても、相手が12勝して最後1球近ければ声援もらえるから。確かに。よし、行こう。普通の立ち回りしたら、いかげる、マジで。まずは。そのね、主力1枚出たから、もう1枚ないっていう、その考えが良くない。そう。なるほど。爆撃砲。爆汁。あー。しっかり正解持ってんじゃん。いや、そう。こいつがいた。はいはいはい。あー、なるほどね。うん。さて、俺強いな、これ。また強い、強い可能性出てきた。お席は、マスケやばいな。あ、やばい。ネギババ。ババアがいる。マザネク。行ってこい。あう。気持ち。ちょ、黒マジ。ダメだ。ニコスにしろ。マジで。黒。確かに今一番行きたかったの、黒。そうだよね。ウッドがなかったら、チャンピオン。あー、それマジーわ。マジーアーチャーで。マジでマジーアーチャーにされる。来た。
はいはいはい。宝石強いなぁ。宝石は強い。で、ネギポンで。ネギポンいつも持ってるやん。持ち運んでる。持ち歩いてる、ネギポン普通に。練り込んでんな、マジで。いやはいはい。あ、そっち来るんだ。いいよ。あー、なるほど。丁寧に受けて。入れ入れ。やべ、そろそろなんか、やべ、ちょっと待って、練り回されてんだけど。練り回して勝たねえぞ、これ。やべ、このダメージ。怪しいな。ケンツがね。俺がね。やばい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 。いや、そのマジアチャだけで飯食われそうだな。飯食う、絶対これで。やっぱ。飯食われる、これで。いや、マジで飯食われる。よし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 。飯食うぞー。よし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 。これで呪文あんのかな。ダメか。クローン以外にあんのか、呪文が。ダメかこれ。いやーくそなるほどね。なるほどね。いやー、これまた難しい試合だったな。塩試合だった。クローンが、マジで。クローンやばいな。やばい、こいつ。一回起きてないけど、クローン握ったら負けそう。いやー、これ、いや、来季の方いいな、なんか。デッキの顔してる。なんかさ、毎回ちょっとさ、そのデッキにあった、なんかやつが来んだよ。いや、そうね。いやー、終わりますか、じゃあ、これは。終わりましょう。ちょっと、ランダムデッキ何回か見てみよう。次。はいはいはい。はいはい。なるほどね。なんかさ、やっぱ、親衛隊になん、プリンスとかそういうさ、なんとかなるやつはいいよな。そうね。マジで、噛み合ってないのがやばい。確かに、施設とクローンがやばいね。めっちゃ強そうなデッキ組むときあるね。ある。メガナイトボールブレイカーときたわ。やばっ、これキモいな。エレジャイゴレ、ロイホグロケットミラーとかそういうのだ。俺、一回押したら、アチャクイドリルファイブ来たわ。一回には押したら、2.9 クロスの、マジクロスのとこがエリゴレになってるやつ来た。弱い弱い弱い。マジ弱い。いや、なるほどね。面白いね、これ。うん。はい、ということでね。はい。まあ、クラチャレ生活もね、始まるんで。ぜひお楽しみということで、はい、今日はね、この辺で終わります。概要欄にケンツのね、チャンネルをいつもやってあるんですけど、ありがとうございます、いつも。今日は貼り忘れないようにします。はい、はい、お願いします。お願いします。ってことで、お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。